交感神経悪玉論の嘘のまとめをやっていきます。岡野診療院の岡野です。交感神経の、ことについて、これまでずっと話してきてましたけれども、まとめを今回は話していきます。交感神経は、まあ、要はですね、戦うための神経なんですよね。まあ、原始時代獲物を捕まえるためにっていうふうに、使う神経でもあり、何かしらと戦うために、相手と戦うためとかですね、逃げるために使うとか、そういう時に働く、自律神経の中の交感神経であるということは話してまいりました。じゃあ現代でいうところの、その戦うっていうふうに言うと、何と戦うのかっていうのが、問題になってくるかなと思うんですよね。それじゃあ何かっていうとですね、まあ簡単に言うとストレスなんですよね。いろんなストレスありますよね。仕事のストレスだったりとか、人間関係のストレスだったりとか、なんか自分の、事業とかそういうものをやることによる経済的とかですね、そういうこう未来の展望に関するストレスですとか、過去のトラウマに関するストレスですとか、いろんなストレスがあるんですけれども、ストレスの中にもですね、いいストレスと悪いストレスっていうのがあるんですね。で、いいストレスと悪いストレスがあるということなんで、取るべきストレスっていうのもあって、避けるべきストレスっていうのがあるんですね。つまりですね、いいストレスは積極的に、それを受けていく、ストレスをつかみ取っていく。で、悪いストレスに関しては、避けていく、できるだけ受けないように気をつけるっていうふうに、していくというふうに、心がけていくことが、必要なんだろうなというふうに思いますね。で、悪いのはその交感神経が悪いとかですね、お医者さんとかこういう治療科の人がですね、こう症状を患者さんが、頭が痛いんですとかなんとかって言って、原因が分かんないですっていうふうに言うと、あ、自律神経ですねっていうふうに言うんですけど、自律神経ですねっていうふうに言いますけど、結局それって何も言ってないのと一緒なんですよね。交感神経が、フルに働いて、もう参っちゃったなって状態で、結局頭痛とかですね、肩こりっていうのが出てるというふうに考えられますんで、その原因っていうのは、おそらくそういう、重すぎるストレスとかですね、そういうものによってなされているんだろうというふうに考えるわけなんですね。まあ、そのことについては後でもう一度、詳しくまた話していくんですけれども、その悪いのはある種のストレスと、いうことなんですけれども、ただストレスが悪いだけじゃなくて、いいストレスもあるって先ほど申し上げましたけども、そのいいストレスでも悪いストレスでも、そのストレスの受け方、受ける自分のスタンスっていうのが、良くないということで、体調を崩してしまうって場合もやっぱりあるわけなんですね。で、やっぱり良くないのが、重すぎるストレスですね。今の自分のレベルには合ってないような重すぎるストレスっていうのは、問題かなというふうに思いますね。例えばですね、全然、飲食店とかですね、やったこともないのにもかかわらず自分はこれに憧れてとかですね、開業資金1億円ぐらいかけていきなりスターバックスみたいなカフェをいきなり始めちゃったとかですね、アルバイトはやってないどうしようみたいな、そんな状況とかですね、そういうふうになるとちょっと重すぎるストレスになるかなというふうに思うんですけれども、例えば他にはですね、良くないストレスでは、良くないスタンスで受けるストレスっていうのもありますよね。やっぱ体調は思わしくないにもかかわらず、インフルエンザにかかってるにもかかわらず、例えば学校へ行って授業を受けてしまうとかですね、体調が悪いにもかかわらず、会社へ行ってしまうとかですね、そういう状態の場合はやっぱりこう自分の体調を、ちゃんと整えた状態でそういう仕事とかですね、負荷のかかるようなことをやるっていうふうのは、した方がいいのかなっていうふうに思いますね。で、あとは、そういう意味で言うと理想的なストレスの受け方っていうのはあるんだわけですね。やっぱそういう意味で言うと、ストレスの種類っていうのはちゃんと自分で分かっているということですよね。こういうストレスを取っていくんだ、こういうストレスは避けていくんだっていう取捨選択ができるようにしておくっていうことが、大事かと思います。
で、じゃあその良いストレスというのはどういうものなのっていう話になってくるんですよね。で、良いストレスというのはどういうものかっていうとですね、自らの試練としてそのストレスを捉えられるかどうかっていうことですね。乗り越えたら成長を実感できるようなストレスと、例えば、水泳の選手とかでこの、100メートルのフリー、自由形で1分を切るか切らないかとかですね、いう壁とかがあるとしますよね。その1分の壁を何としても超えるぞという、そこはこう例えば今は1分1秒ぐらいの、自己ベストのタイムだったとしてですね、あとその1秒ちょっとを超えるために頑張って練習をするとは、でそれは、おそらくある種のいいストレスなんだろうなと思いますね。でそれを乗り越えた時にですね、幸福感を感じたりとか、すごく嬉しいっていう気持ちになったりとかですね、その自分の成長とかですね、成果のために必要なストレスになってくるわけなんですね。ですのでそういうふうにこう自分を奮い立たせるようなある程度ちょうどいい、重さの自分に合ったストレスっていうのを積極的に取っていく必要があるということなんですね。で、ただしですね、自分の受けるべきでないストレスっていうのはやっぱりそういうのはあるわけなんですね。例えばですね、全然楽しくもない、一緒にいても楽しくないようなお友達とですね、誘われたからといって毎日毎日ついていくとかですね、それだったらその時間を自分のためになんかやりたいことがあるんであれば、一人で自分で何かする時間に当てるとかですね、そういうふうに、取るべきでないストレスを避けて、で自分の、必要だとやるべきであるとやりたいっていうストレスの方に、時間を割くというふうにしていくっていうことが、体調を整えて、いい状態でコンディションで、人生を歩んでいくっていうには必要なんだろうなというふうに思います。で、そういう意味ではストレスのですね、受ける体制を、まずは整えていくということが大事だろうというふうに思うんですね。で、その体調、ストレスを受けるために必要な、体制を整える方法としてはですね、まあ、考えられるのはまずは体ですよね。体が健康であることと、やっぱ精神的に落ち着いて、いることで、さらにはスキルですね。スキルってのはどういうのかというと、自分が、自分にとってどのストレスが、必要なストレスであって、これは避けるべきストレスかどうかっていうのを取捨選択するスキルっていうのは必要になるかなと思うんですね。じゃあそのスキルはどういうふうに身につければいいのかということですね、まあ、考えるしかないですよね。自分がこれからどういうふうな人生を送っていきたいのか、どういうふうに生活していきたいのか、どういう人たちと付き合っていきたいのかとかですね、どういう状態に自分がなりたいのかっていう目標をまずは、決める。自分のこういうふうにありたいっていう状態っていうのを想像してみるっていうことなんですよね。で、それによって、逆算してってですね、こう A という状態になるためには B という状態にならなきゃいけないし、 B の状態になるためには C という段階があって、 C という段階で D という段階があるというふうに段階を踏んで、具体的に理想の状態に持っていくためにはどうすればいいかっていうのを考えるしかないんですよね。で、それと今の自分がどういうところにいるのかっていうのを考えて、それに合わせた生活をしていく、それに合わせたストレスを取っていくと、で、それに合わないようなストレスは避けていくっていうふうなことをやっていくということが大事なんだろうと思うんですよね。で、その自分が必要だと思われる、ストレスを取っていってるところで体調を崩したりとか精神的に辛くなってしまったりとかっていう場合はですね、その頑張りすぎてるっていう場合もありますし、あとはストレスが重すぎる、ちょっとレベルが高すぎるような、ストレスに自分を置いてる場合っていうのもあるかもしれないんで、そういう時にそのストレスを少し軽減させる方法を考えたりとか、そのストレスを受けてる時の自分の体調とか精神的なこうメンタルの部分を、
落ち着かせるような方法として、カウンセリングを受けるというのもありですし、瞑想をするというのもありですし、運動とかで体を鍛えるのも必要でしょうし、こういう鍼灸院とかマッサージをすることによって、体をリラックスさせて、また、自分の取るべきストレスに立ち向かっていくというふうな形で、やっていくのがいいのだろうなというふうに思います。というわけで、4回に分けて交感神経アクダラマ論の嘘ということで話していきましたけれども、ご理解いただけましたかね。はい、まあ、つまりは交感神経というのは何かと戦ってるってことなんで、ストレスを感じて辛いなって思ってるってことは、何かしらの試練を、よかれ悪かれ、受けてる人たちが感じているものなのであって、そういうものをですね、結局受けない状態っていうのはやっぱり生きててでもそれを乗り越えるような、こう、なんですかね、壁っていうんですかね、ハードルっていうか、そういうものがないとやっぱ乗り越えた時の喜びとか、幸福感っていうのはなかなか得られないわけなんですよね。やっぱり大変な仕事をやって土日に休みが来るってなると、やっぱ土日の休んでる時の、ああ落ち着いた、楽、何もしなくて済むんだっていう解放感っていうのは得られないわけなんですよね。やっぱ仕事とか全く何もない状態で、月曜日から金曜日を過ごして、また土曜日と日曜日、その平日と同じように過ごすっていう風になった場合ですね、やっぱりそういう解放感よりも不安な感じっていうんですか、自分は何もすることがないという状態っていう風に、なってしまうと、やっぱり幸福感っていうのは感じづらくなってしまうんじゃないかなと思うんですよね。ですので、よく聞く話がですね、やっぱり定年退職を迎えた方々が仕事がなくなった状態で、最初の方はいいんですよね、毎日が日曜日だと思って、ゆったりと過ごすっていうのはあるんですけれども、結局何もすることがなくなった状態になると、自分自身の存在意義っていうのは見出せなくなってしまって、イライラしてきたりとか、すごく精神的に落ち込んでしまったりとかいうことで、病気になってしまったりとか、こう体調を崩してしまったりとか、精神的に、落ち込んでしまうっていうことが、多々あるということを、よく聞く話です。ですんで、まあ何もないっていう、ストレスが何もないっていう状態っていうのも、ある種ストレスであるというふうにも考えられるわけなんですよね。ですんで、そういうふうな状態にならないように自分自身で、考えて、どういう状態が自分はなりたい状態なのか、将来の自分っていうのをちょっと展望を考えていただくっていうのも、必要なんじゃないかなと。まあ年齢関係なくですよね、10代や10代の、将来の夢とか展望とか目標っていうのはありますし、20代もそうですし、30代40代50代60代70代になってもそうですよね。もっと極端な例で、いい例かわからないですけれども、癌で余命宣告されて余命数ヶ月って言われたとしてもですよ、自分がこうこの世からもうすぐいなくなるとしたとして、その状態だったとしても、その残りの期間どういうふうに生きるかっていうものを考えて、それをやりきるかどうかっていうところを考えるだけでも、そういう人にとっての、人生っていうのは、まあ終わりよければ全てよしではないですけれども、充実した人生だったなって思えていけるかどうかっていうところにも関わってくるかなというふうにも思えるわけなんですよね。ですのでストレスというふうに言っても、多種多様ですけれども、重すぎるストレスでも自分は絶対もう、死ぬ前には絶対受けざるを得ないようなストレスってやっぱりあるわけなんですよね。やっぱり両親の、が亡くなってしまうとか、兄弟が亡くなってしまうとか、自分の、連れ添ったパートナーが亡くなってしまうとか、
っていうことはですね、何かしら自分の近親の近くの人たちがと亡くなってしまうとかですね、そういうことっていうのは、人生必ず 100% と言っていいと思うんですよね、あるということなんですよ。で、そういう重すぎるストレスでもやっぱ一応受けざるを得ないと、そういう重すぎるストレスでも受けざるを得ないストレスっていうのは、それによってですね、やっぱり試練なんでしょうね、そういうものも。そういう試練をどういうふうに乗り越えていけるかっていうところも、やはり、将来的には考えていかなきゃいけない部分であろうとは思うんですよね。ですので、ちょっといろいろ深い話になっていきますけれども、ストレスと一言で言っても重いものから軽いものまで多種多様ありますけれども、自分が受けうるストレスに関しての対処法とかっていうのを、考えておくだけでも、自分の体調が崩さないようにするための方法の一つなのかなというふうにも思います。まあ、こういうお話が一応皆さんの、参考になればなというふうに思いますので、どうぞちょっと考えてみていただければと思いますので、よろしくお願いします。チャンネル登録よろしければお願いします。失礼します。